さゆりセイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ日常の話題を自然な日本語でお届けしますトランスクリプトに興味がある方はウェブサイトをチェックしてくださいサブスクリプションで漢字に振り仮名付きと振り仮名な,なしのトランスクリプトが選べます詳しいことはさゆりセイング .com でそれでは始まり始まりこんにちはさゆりです 皆さんはカラオケに行ったことがありますかどんなタイプのカラオケに行きましたか日本のように個室になっているカラオケに行きましたかそれとも、えー、バーやパブで、えー、なんかステージの上に立って <laughs> 歌うタイプのカラオケですかはい。今回はカラオケについて話します。まずカラオケって どうしてカラオケって言うんですかね <laughs> カラオケの語源について説明します。語源っていうのはカラオケがどうしてカラオケという名前になったかです。カラオケのカラ。カラっていうのは空っぽから来ています。空っぽというのはエンプティーのことですね。オケというのはオーケストラのオケです。 つまり、空っぽのオーケストラ。ボーカル、歌う人がいないオーケストラのことですね。だから、カラオケと言います。空っぽとオーケストラが合わさって、カラオケという言葉が生まれました。さて、皆さんは誰とカラオケに行きますか友達ですかね家族ですかねそれとも会社の人と行きますか 私は学生の頃は友達とよく行っていました。社会人になって働き始めてからは会社の人たち、同僚と行くようになりました。会社の同僚と飲み会の後、二次会というのがあるんですけど、二次会というのは、例えば居酒屋で飲んだとしましょう。居酒屋で飲んだ後、次の場所でまたパーティーをすることを二次会と言います。 その二次会でカラオケが使われることが多いです。はい。だから、その会社の飲み会の、えー、二次会でカラオケに行っていました。でも、年々誰かと一緒にカラオケに行くという機会が減ってきています。 まあこれは個人的な感想ですね。今は学生でもないし、会社でも働いていないので、友達とカラオケに行くっていうのはあんまりないんですね。で、年々そのカラオケに行く機会が減ってきています。でも、えー、最近、 えー、一人でカラオケに行ってきたので、えー、その時の話をしたいと思います。はい。一人でカラオケに行くって聞いたら、なんか寂しい人だなとか、一人だったら家で、えー、シャワーしながら歌えばいいんじゃないのって思う人も多いと思うんですが、やっぱり、あの、近所の人、隣に住んでいる人のことを、 えー、気を使わずに大声で歌うのはとてもあの気持ちいいです。この一人でカラオケに行くことを、えー、人からと言います。一人カラオケの略で人からと言います。はい。人からです。だから今回のエピソードは一般的なカラオケについてじゃなくて、私の一人カラオケ、人からのエピソードになります。あの、 数年ぶりに人からに行ったんです。コロナ禍の前にも人からに行ったことがあるんですけど、コロナ禍の後、アフターコロナと言うんですけど、コロナ前と比べて、えー、システムが大きく変わっていたので、そのシステムについて、えー、説明したいと思います。予約方法、部屋に入る方法、支払い方法に特徴があったので、その3つについて、 お話し,します。で、何が一番大きく変わったかというと、店員さんがいませんでした。人に会うことがありませんでした。はい。予約はスマホのアプリでできます。最初にアカウントを作ります。アカウントを作るのはちょっとめんどくさいって思う方もいると思うんですけど、すごく簡単にできました。皆さん、メッセージアプリの LINE を使っていますか LINE を持ってる人だったらワンクリックで、えー、アカウントを作ることができます。とっても簡単ですね。はい。で、そのアプリを使って好きな部屋を決めます。部屋にはいろいろな種類があります。コンセプトルームというのがありました。ハンモックが2つある、えー、部屋を使いました。 はい。ハンモックっていうのは普通外で使うものですね。例えば木と木にハンモックをかけて、そこで寝、寝ます。のんびり、えー、揺れながらリラックスするものです。まあ他の部屋はバンド演奏ができる部屋があったり、あとボルダリングができる部屋もありました。とても楽しそうな部屋でした。 はい。で、予約するときには、好みのカラオケの機械を選ぶことができます。私はその機械については詳しくないんですけど、あの、いい機械があるらしいですね。ジョイやダムといった、まあ、日本のカラオケメーカーが選べるそうです。で、そのジョイやダムは選べる曲や音の感じ、その曲の演奏の感じが違うそうです。 だからその好みがある人はそれを選びます。その部屋と機械を選んだらもちろん一番大切なのは何人で行くかとあと日時ですね。いつ行くか。まあ、それを選んだらアプリでの操作は終わりです。はい、アプリで予約ができました。はい、次は部屋に入る方法です。その時間になったら えー、カラオケ屋さんに行きました。で、カラオケ屋さんに行くと、普通はフロントに人がいると思ったんですけど、人、店員さんがいませんでした。え、ちょっと、どうしようと一瞬思ったんですよ。で、もう一度アプリを確認すると、あ、そのまま部屋に入ってくださいと書いていました。アプリに部屋番号が表示されていました。 だから、その部屋番号に入りました。カラオケしたい人は、そのまま、えー、カラオケに曲を入れて歌っていいです。で、えっと、このプラン。カラオケは大抵無料のドリンクバーがついています。ソフトドリンクが飲み放題です。はい。だから、自分で水とかジュースとか、えー、飲み物を取って、 えー、きます私は基本的に水か炭酸水しか飲まないんですけど、えー、それ以外にもいろんな種類の飲み物があります。例えば、コーラ、カルピス、アップルジュース、オレンジジュース、ジンジャーエール、あと、あの、エスプレッソマシーンもありました。だからコーヒーが好きな人はコーヒーも飲めます。えー、緑茶や紅茶のティーバッグもありました。 はい。このようなソフトドリンクは、えー、飲み放題です。で、お酒が飲みたい人は、部屋にあるタッチパネル、えー、リモコンですね。カラオケのリモコンから注文することができます。あと、アプリからも注文できるそうです。そういうお酒とか、飲み物だけじゃなくて、食べ物もあります。食べ物は、ファミレスのような食べ物がありました。 ファミレスっていうのはファミリーレストランのことです。デニーズとか、そうですかね。日本のファミリーレストランと同じようなメニューがあります。例えば、うどん、お好み焼き、ラーメン、パスタ、ピザ、サラダ、チャーハン、カレー。あとは揚げ物ですね。揚げ物っていうのは、えー、ディープフライドのことです。 えー、天ぷらや唐揚げもあります。あと、お酒のおつまみになるような枝豆やナッツもあります。アイスクリームもありました。あと、パフェもありました。はい。えー、で、十分に歌ったり <laughs>、食べたり、飲んだりして、はい。最後は、お支払いですね。支払い。支払いもアプリでしました、えー。そのアプリに自分のクレジットカードの情報を登録して、 そのまま、えー、決済、払いますっていうボタンを押したら、もう部屋を出ていいです。簡単ですね。もし、クレジットカードを持っていない、もしくは、えー、使いたくないっていう人は、店員さんを呼んで、えー、現金で支払うこともできるそうです。どうですか本当に人との交流がないですよね。私は、店員さんを一人も見ませんでした。でも、 いつもドリンクバーのところは綺麗だし、トイレも綺麗だし、掃除をしている様子はありました。でも、一切、誰にも会いませんでした。びっくりしました。私のように人からをしている人は多分多いと思いました。なぜかというと、ちょっと歌声が聞こえてくるんですね。で、いつも同じ歌声なので、あ、多分 <laughs>、 <laughs> 一人で来て、ずっと何曲も何曲も連続で歌ってるんだなと思って、あ、同じ仲間だと思いながら、えー、聴いていました。私はそのハンモックの、えー、カラオケの部屋で、えー、まず、まあカラオケなので歌いますね。まあ、ちょっと踊ったり <laughs>、あとちょっと疲れたらハンモックで、えー、休憩したり、で、その後は、あ仕事をしました。Wi-Fi がありました。 だからテレワークができます。はい。もう何でも自分のしたいように <laughs> していいと思います。<laughs> そうですね。海外でカラオケに行くといくらするんですかね。あの、ちょっと高いかなっていうイメージがあるんですけど、私は、えっと、910円払いました。 私は午前11時半から5時半ぐらいまで使いました。フリータイムっていうパッケージがあったので、それを使ってなんと910円でした。<laughs> 皆さんはこれを高いと感じますか安いと感じますか私はすごくあの楽しめたので、安い、また行きたいと思いました。でしかもカラオケに行った次の日に、 アプリの通知が来て、あの、半額クーポン。半額っていうのは50、50%オフのことですね。半額クーポンをもらいました。だから、次使うときは455円でいいそうですね。はい。ちょっと、どうなってるんだろうと <laughs>、不安になります。私はそのカラオケ屋さんのエキスパートじゃないので、あの、全部のカラオケ屋さんが、えー、このようなシステム、 がどうかはちょっとわかりません。コロナが流行してカラオケの使い方、カラオケの利用の仕方が、えー、変わったなと、えー、感じました。誰とも会わない、えー、一人でカラオケをする、えー、スタイルのカラオケが増えてきているなと、えー、感じます。いかがでしたか皆さんは一人でカラオケに行ってみたいですかこの人からのスペースをどういうふうに使いたいですか もしくはやっぱりカラオケは友達と行くのが楽しいと思うタイプですか <laughs> はい、えー、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまた次のエピソードで。バイバーイ。お疲れ様でした。このポッドキャストが役に立ったり面白かったと思ったらぜひレビューを残してくださいね。この無料のポッドキャストを続けるため、 余裕のある方からのご支援が大変助かりますウェブサイトの会員になってくれたりコーヒーでのドネーションをいただけると励みになりますよろしくお願いします